あ、皆さんこんばんは。えー、っとですね、今ね、1月16日土曜日の深夜2時36分なんですけど、今ね、夜食のね、レーズンパンにマーガリンをね、塗って食べてます。デブ万歳。今日なんですけど、アメリカ株ね、ほとんどね、全面赤で、結構みんなアタフタしてるというか、寝れない、逆に寝れない日を過ごしてる。 人も多いみたいなんですけど、私の中で言うと、プラグとかパランティアとかがマイナス10%っ言ってんですけど、ほとんど動揺はないですね。一番ショックなのは、えっと、FCEL が含み損になったことですけど、まあ、これもね、若干ショックなんですけど、まあ、いいかなって思ってます。 まあね、ノーホがあってね、正直ね、今株の値動きなんか気にしてるような状況じゃないから、まあとりあえずまた来週以降に、あのー、やり続きやりましょうって感じで、もう個人的には、どういう値段で終わっても、もうどうでもいいっす。まあだってほら、マイナス20%とかってわけにはいかないじゃないですか。まあ、せいぜい10%ぐらいで止まるんだったら、誰かも言ってたけど、たかが3日前の株価に戻っただけだから。 ま、それよりも、あれですよね、株式掲示板にいるヤグ病神が早く消えてくんねえかなって、ただそれだけをね、願って、そっちの方がむしろ体調悪い原因になってますね。ほんとクソですよ、もうヤフーがね。